ザ・ミラスは2006年に結成された日本のロックバンド。メンバーは畠山城平、佐藤正彦、中島慶造の3人。イギリスのロックバンドアークティック・モンキーズの影響を受けており、一部からはアークティック・モンキーズのパクリバンドと批判の声もある。アークティック・モンキーズに限らず最新の洋楽を取り入れていく傾向が強く、畠山も自らそれを公言している。 バンド名は畑山が命名。イギリスのロックバンドザ・ゾンビーズのような、ザズという形でモンスターっぽい名前をつけたいと考え、生み出した造語であり、実際はミイラはポルトガル語であるため、ミイラズという言い回しは存在しない。幾度かのメンバーチェンジを経て関口が正式加入。サポートギタリストに、K を迎えた4人編成となる。クアトロの2人に代わり、 チェコノーリパブリックの竹井雄心、吉田アディムがサポートとして加入。チェコノーリパブリックの二人に代わり、クアトロを脱退した中島、佐藤が再びサポートとして加入。2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、畠山城平が総合プロデュースを担当するバインド。 2019年ザ・ミラスの自主レーベルキノイ・インクよりデビュー。メンバーはボーカルギター、キノイくん、ベース、カノケくん、シンセサイザー、ピラビちゃん、ドラム、悪魔くんの4名。ありがとうございます。